こんにちは、大元です。さあ、今回はですね、カメラを買ったら一度は憧れるであろう第三元レンズの、ね、比較していこうかなというふうに思います。昨年 GM2 の第三元レンズが揃いまして、まあ、かなり気に入ってどのレンズも使っているんですけれども、第三元レンズってやっぱ値段が高いんで、どれ買ったらいいかなって結構ね迷ってる人も多いんじゃないかなと思ってこの動画を撮っております。まあ、もちろん焦点距離が全然違うんで、まあ、映る範囲も映り方も全然違ったりするんで、まあ、それはね用途によって使い分けるよっていう人も多いんじゃないかなとは、まあ、もちろん思うんですけれども、とは言ってもね、やっぱそれぞれ3本ね、これどういう風に映ってくるのかというのがね気になる人も多いかなと思って今回この動画を作っております。で、後でね、スペックの話とか、オートフォーカスの精度とかね、そういうところを使ってみた感想とかね、後半の方でお話ししようと思いますので、まずはね、この3本のレンズを、使ってる撮影風景と、実際写真とか動画どういうふうに、こうね、アウトプットできるかっていうところを見ていただこうと思います。どうぞ。はい、じゃあ撮りまーす。まずは1635の GM ですね。とても素敵ですね。風が今日ね強いんだよね。いいですね。ちょっと斜め上見るぐらいにしてみますか。ちょっとだけ向けて、はい。こっちの顔が好きとかありますか。あ、左側ね。よかった。じゃあ同じようなシチュエーションで全く違うレンズ使ってみましょう。70-200のレンズをここで使います。200mm にしてある。わあ、すごい。これはね、見て。全然違うわ。やっぱりちょっと手ブレが結構するから、手ブレ補正入れて撮ってあげた方がいいかもね。はい、鏡に映った感じ。すごい、そういう感じになるんだ。めっちゃ今遠くに来て、で APS-C モードで今撮ってます。ちょっと前ボケ入れて、いいですね。ちょっと可愛いチーズ屋さんがあったんで、撮影いいですかってちょっと聞いて撮らせてもらうことにしました。ちょっと可愛いね。レンズは24-70に変えまして、カメラも ZV-E1 にしましたね。 OK、 ありがとうございます。ちょっとお礼言ってきます。どうぞ。ありがとうございます。ではでは、70-200を使って撮りましょう。結構ね、ちょっとこうなんていうか汚らしいところに来ました。いいですね。ほい、じゃあちょっと路地でね、24-70で撮っていきましょう。いいですね。あ、いいね。よっ。ほい。はい。いいですね。おい、うん、うん、この動画はロイヤリティフリー BGM 高校のオーディオストックの提供でお送りいたします。さあ、いかがでしたでしょうか。やっぱね、写りがどれもいいんで、めちゃめちゃ撮ってて楽しいなっていう風に感じましたね。で、詳しいね、別個のレビューは、2470は、結構しっかり出してまして、まあ、動画の作例多めでね、しっかりと出しております。で、70-200の方もね、開封動画と、あとは、F4 の方の70-200のレンズとの比較の動画も出してるんで、まあ、詳しいね、単体のレビューはそっち見ていただければいいかなと思います。で、1635の方はちょっとまだね、買って、
って半年以上は経ってるんですが、ちょっと単体のレビュー出せてなくて、これなんでかというと、これ個人的な意見なんですけど、1635のこのレンズは、まあ、さっきのねスナップの撮影でもこうかすごく見てた方もちょっと感じた人も多いんじゃないかなと思うんですが、人のねこうポートレートの撮影とかは個人的には結構難しくて、まあ、広角なんでこうあんまり背景をぼかしたりしにくかったりして、まあ、こう個人的にはポートレート撮影ちょっとあんまりこの広角レンズでは得意としていないと。でこのねレンズの1型の方のレビューはもうすでに出してるんですが、その時はねフリースタイルバスケットボーラーのユージさんっていう方にご協力いただいて、こう結構激しめのこうアクションをしてるとこを撮らせていただきました。でこのレンズも、2型の方ももしねレビュー動画を出すのであれば、まあ、動画をねちょっと多めに出したい、作例としてね出したいなっていう気持ちもあったりして、やっぱりちょっと激しめのものを撮りたいという気持ちがあり、まだね雪もあったんで北海道はねちょっと激しめのもの撮れなかったんで、まだちょっとレビューを出していないというような、状況、まあ、言い訳になっております。なんでちょっと別個のねレビューで見たいなっていう方はとりあえずこの2本の方が出てるんで、まあ、そっち見ていただいて、でこっちはちょっと待っていただければいいかなと思います。1635の方ね。ということでまずはですね、スペックをちょっと簡単にねおさらいしていこうかなというふうに思います。はい、ではね3本のスペック比較していきましょう。1635-24-70-70-200ですね。で70-200だけ、レンズ内手ブレ補正ついているんですよね。これがねかなり効いて、やっぱ望遠レンズって結構こう手ブレするんですけれども、これのおかげでかなりね手ブレ抑えながら写真も動画も撮れてるなっていう風に感じましたね、実際使ってみてね。で価格見ますとやっぱ全部30万オーバーで、34万6500円とか30万8000とか36万3000とか結構お値段するなって感じですね。ただね、まあ大体こっから 10% ぐらいの割引は入ってくるので、2470だけはこう30万切るぐらいの価格では買えるのかなっていう感じなんですが、まあにしてもやっぱり結構するなっていう感じですね。前に 50mm のねマキエレンズですかね、 F1.8 のすごい安い3万円ぐらいで買えるレンズを紹介したんですが、それと比べると10倍、まあ10本のレンズ買えると思ったら、まあ結構値段的にはこうハードルはね高いかなっていう風に思っております。でそれぞれの焦点距離なんですけれども、広角のズームレンズが 16mm から 35mm で、標準のズームレンズが 24mm から 70mm で、望遠のズームレンズが 70mm から 200mm という形になっております。レンズ構成が、1635が12群15枚、2470が15群20枚で、70-200が14群17枚ということで、やっぱりねレンズの枚数もかなり多いなっていう感じはしております。で、最短撮影距離なんですけれども、1635がですね、0.22m ですね。で2470が広角端で 0.21m で、望遠端で 0.3m で、70-200が、広角端で 0.4m、望遠端で 0.82m という形になってまして、最大撮影倍率がね、結構寄れるなっていう感じで、0.32倍、0.3倍という風になってます。この数値が1に近ければ近いほど、こう寄って撮影できる、こうマクロレンズの性能に近いという風な、見方になっておりますので、0.32 倍は結構寄れる方かなっていう風に個人的には思っております。フィルター系がですね、この70-200だけちょっとちっちゃくてですね、77mm になってるというのがちょっと注意点で、他の2つのレンズは 82mm になっております。重さに関してなんですけれども、1635が 547g、 2470が 695g、 70-200が 1045g という形になっておりまして、1635はね1型に比べるとだいぶちっちゃく軽くなったなっていう感じです。僕ね結構1型の方を愛用していまして、あの時はね結構でかくて重いなって感じだったんですが、これぐらいの感じだとねかなりちっちゃくて軽いなっていう感じにはなっております。一方ね、70-200の方、これ僕ね1型持ってなかったんでちょっとわかんないんですが、2型にしても1キロ超えてるんで、いや重てっていう感じではあります。常にねこいつに関してはね重たいなっていう気持ちで撮影していますね。まあ、そこが、まあ、しょうがないんですけど、まあ、そこはネックかなという感じではあります。第三元レンズって言ってるけど、何それって思われてる方のために、ちょっと簡単に解説しますと、
絞りのね開放 F 値が 2.8 から始まる、ズームレンズのことで、広角のズームレンズ、標準のズームレンズ、そして望遠のズームレンズ、この3本のねズームレンズを合わせて第三元レンズというふうに言っております。もう一つね小三元レンズっていうのがあって、それは開放 F 値が F4 のものですねの、広角のズームレンズ、標準のズームレンズ、望遠のズームレンズの3本のことを、小三元レンズっていう風に言っています。なので小三元レンズの3本と第三元レンズの3本があるんですけれども、違いは何かっていうと F 値が 2.8 なのか F 値が4なのかっていう違いで、第三元か小三元に分かれるという感じになっております。ちなみに、多分ね麻雀用語から来てると思いまして、僕麻雀打てるんですけれども、麻雀のね第三元っていう役があって、小三元っていう役もあるんですけど、まあそこから来てるのかなと思います。僕ね大元っていうあだ名なんで、よくねなんかおばちゃんとかおじちゃんからは第三元から大元って来てるのって言われることもよくあったりします。まあ余談でした。では次はですね、オートフォーカスの性能を見ていこうと思うんですけれども、まあねGM のレンズなんでそんなにね悪いっていうことはないと思うんですが、まあ、一応ねちょっと広角端だけ全部チェックしてみました。でカメラは α7-4 につけて、撮影してるんで、まあまあそれぞれねどういった性能かちょっと見てみていただければと思います。どうぞ。ではまずは1635の 16mm 側です。結構ね意地悪な環境で撮影してるんですが、マイクとかね手前に結構いろんなものを置いて撮影してますが、まあフォーカスは外すことなくしっかりとついてきてくれてるなって感じですね。隠れて出てきてもバッチリなんで、ここでちょっと目隠してみてますが、全然ね出てきた瞬間にすぐまたフォーカス合ってくれるんで、まあ本当に問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。バッチリですね。さあ次は 24-70mm の 24mm 側です。さあ横に動いてみてます。前後に動いてみても大丈夫、隠れて出てきてもすぐまた合いますね。また隠れて出てきてもすぐ合うと、うん、やっぱり GM レンズですのでフォーカスのこうトラッキングもいいですし、合う速度もかなり速いなっていう感じがします。さあ最後70-200の 70mm 側です。うん、隠れて出てきて全然やっぱり外さないというか、うん、全然外さないし、トラッキングもバッチリだなって感じで、かなり顔でっかいですね。頭ぶつけましたが、フォーカスに関しては隠れて出てきてもすぐアウト。うん、全然問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。バッチリ。イエス。はい、いかがでしたでしょうか。まあここはね、まあチェックするまでもなく全然バッチリだったかなと思います。まあ念のためちょっと確認しただけだったんですけれども、まあねソニーのカメラとレンズでこうフォーカスにちょっと困るなっていうシーンはねあんまりなくて、実際この3本使って撮影してても、まあそのポートレート撮影って比較的ねフォーカスも合いやすいこう環境だったりはするんですけれども、まあフォーカスでこうなかなか合わなくて困ったなっていうところは一個もなかったんで、まあそこはこう安心して使えるかなっていうふうに思います。じゃあ次はですねフォーカスブリージングちょっと見ていこうかなと思ってまして、フォーカスブリージングが何かっていうと、フォーカスが合う位置が前、今前に合いましたね。でこう後ろ前後ろって合うと、画面がこううにゃうにゃっと前後にこう息をするように、呼吸をするかのように動いてしまう現象なんですけれども、これがあると動画を撮ってる時にねフォーカスが合う位置が変わるたびにこうなんかうにゃうにゃって動くとちょっと没入感が減るっていうことで、動画撮影する人は結構気になるところなんですね。まあ、そのフォーカスブリーディングがあるかどうかで動画撮影がやりやすいレンズかどうかっていうのは結構気にする人もいるかなということでちょっと調べてみました。では1635の 16mm 側です。手前奥手前奥、全然こう画面がゆらっと動いてるような感じがしないんで、まあ、このレンズかなりブリージング少ないんじゃないかなと思います。手を前後に動かしてみてますが、うん、こう画面がね呼吸してるような感じはないんでバッチリかなと思います。次は 24-70mm です。見え方だいぶ変わりましたね。手前奥手前奥、これもブリージングしてる感じはしないので、うん、かなり優秀なレンズかなと思います。手を前後に動かしてみても画面がうにゃっと動いてる感じしないんで、まあ、かなりブリージングが少ないレンズかなっていう印象です。最後は70-200の 70mm 側です。手前奥、これもやっぱりブリージングあんまり感じられないかなと思います。やっぱりね GM レンズですね、第三元レンズなので、まあ、ブリージング少なく設計されてるのかなと思います。かなり優秀だというふうに感じました。はい、いかがでしたでしょうか。まあね
ここはクリアして当たり前かなと思ってます。 GM のレンズの中でも GM2 なんでね、まあそこは良くなってて当然でしょうということで、 GM のねその初代結構最初の方に作られたレンズはこうブリージングあるレンズもあったんですけども、まあここは問題なかったかなというふうに思います。ではここからは写真をねちょっと一緒に見ていこうかなと思います。まあ前半の部分で見ていただいたものもあるんですけど、写りの違いとかも比較しながら一緒にちょっと写真見ていただければと思います。まずねこれね1635で撮ってますね。 31mm なんで、まあなんかすごい広いなっていう感じでした。このレンズからね撮影始めたんですけど、うん、すごい広く撮れてるなって感じで、これ35mm で撮影してるんですが、これとこれねほとんど同じようなあのシチュエーションで、まあ同じ場所で撮ってるんですけど、やっぱさ35と200で全然写り違いますよね。でやっぱ望遠レンズってこう圧縮効果っていうのがあって、背景がねこうぐっとこう近づいてくるように見えるようにあの映るんですけど、35だとやっぱね背景はこう遠くっていうか、いつもこう目で見てる感じの見え方するんですけど、200ぐらいになると背景ぐっと近づいてきて、まあこれがねカメラの面白いところだなっていう感じがしますね。はい、これ 200mm で撮ってまして、まあこれねあの前半の部分でもちょっとあったんですけど、すごく離れて撮影しました。でちょうどねいい前ボケがあったんでこれ使って撮影したんですが、まあこういうのも楽しめるのも 200mm のいいところかなと思います。ただやっぱこの日ねちょっと風強かったんで 200mm ぐらいまでの距離まで離れちゃうと声がね届きにくくて、撮りますとかなかなかねちょっと声が届きにくくて、こう手上げて合図とかしたりしてやってたんですけど、まあ、そういうちょっと難点があったりするかなと思いますね。でこれが 35mm とかやっぱ広角はねむずいですね。で結構これ近寄って撮影していったので、まあ、初対面のね方と、しかも年齢も全然違うんで、やっぱ結構こうねよっ近づいて撮影するって少しこうねお互いちょっと勇気のいることなんで、なかなかちょっと難しいなっていう感じはしましたね。これ 32mm でちょっと上から撮ってみたっていう感じです。まあこういったなんかダイナミックな構図みたいなのは広角レンズはちょっとやりやすいかなっていうふうに思いますね。これが 178mm で撮影してますね。やっぱり背景がくっきりしっかりボケてるんで、背景とこう被写体がこうね、くっきり分離されてるっていうのがこうね、望遠レンズとかのいいところかなと思います。はい、これが 2470 ですね。2470はね、なんかシャープな写りするなって感じがしますよね。この毛の一本一本までね、しっかり写ってるんで。やっぱ標準ズームレンズは、なんかすごいこう、くっきり、かっちり写るなっていう感じがします。で、同じような場所で、これは 21mm で1635の方で撮ってますね。すごくね、広角の、こう、まあ、いいところというか、うまく使えばいいと思うんですが、手とかね、足をね、長くこう見せて写すこともできたりするんで、まあ、この辺はね、ちょっとスチル最近こう頑張って撮っているんですが、動画の時は結構動きがあったりするんで、あんまりこう気にしなくても撮れたりするんですが、写真の時はね、こう、広角がゆえの、こう、ね、歪みというかそういうところをちょっとうまく使って撮影できたらもっと楽しくなるかなというふうに個人的には感じました。これ2470で撮ってます。この写真のねこのくっきり具合めちゃめちゃ好きで、これ多分真ん中瞳に映ってる僕だと思うんですけど、本当に繊細に綺麗にしっかり一本一本写してくれてるなっていう感じですね。で 70mm で撮ってるんで、こう前ボケとか背景のボケもね本当に綺麗に出ていて、このレンズも本当スナップとかでね撮っててすごい楽しいレンズだなって感じです。これはちょっとね70-200の 70mm 側で撮影しています。ちょっと盗撮っぽい感じで撮ってみましたね。はい、これも70-200の 200mm 側で撮影してますね。結構これも離れて撮影していて、まあね 200mm ならではの写りいいですよね。これが 127mm ですね。結構背景のねこの玉ボケがすごく綺麗に出てたんで、まあ、このレンズで撮影してみたっていう感じなんですが、ここまで見て気づき、お気づきの方いらっしゃると思うんですが、 70-200 のカット多くないと思われたかなと思います。実際ねめっちゃ多くて、結構まんべんなく撮ってたつもりなんですが、人を撮ったっていうこう特性上、望遠レンズのカットの方が、やっぱ個人的にね、こう採用、これ OK。
あのもちろんね、没カットもすごいあったんですが、 OK カットになる割合が結構多くてですね、あのポートレートはやっぱり望遠が取りやすいかなっていう感じは個人的にはしました。まあ、2470もね、 70mm 側にすれば結構取りやすいなっていう感じはあるんですけど、 24mm 側で OK カットが実はちょっとなくてですね、これがやっぱポートレートのね感じかなと思いました。ではここからはですね、マグネットメンバーで公園でねスナップ撮ってきたんで、それ見ていただこうと思います。ここからね1635も2470もねちょっと割合増えるんですが、まずねこれ70-200の桜撮影したものですね。でこれなんで出したかというと、これ1635の 35mm 側で撮ったもので、まあ同じような感じで撮影したんですが、ちょっとやっぱね全然違いますよね。桜のこのやっぱ圧縮効果でこうね、後ろが木で覆い尽くされてるのか、まあ撮ってる角度もアングルもちょっと違ったりするんですが、ちょっと空のね割合が多くて、こういつも目で見てる感じで撮れてるのかっていうね、まあ本当好みだと思うんで、全然どっちもいいかなと思うんですが、写りが全然違うなというふうにこう改めて横に並べてみると分かるかなっていうふうに思います。はい、これは 115mm で撮影してますね。丘の上でねおばあちゃんがね2人楽しく日向ぼっこしながらねなんかしゃべってたのちょっと可愛かったんで、ちょっと撮ってみました。これが 16mm でな、うちの長男なんですが GR3 持ってね一緒にスナップ行ってたんですけど、なんでこの顔してるか分かんないんですが、やっぱこのレンズってその場所にあるものをこう記録してくれるような感じのレンズなんで、まあ動画で言うとね Vlog 用途にも使っても楽しいかなと思いますし、こういったスナップとかでもねすごく楽しく撮れるかなと思います。でこれも1635で 35mm 側で撮ってるんですけど、やっぱりねこの背景の情報がねかなり映り込んでしまいますので、写真とかのね作品とかを撮ろうかなと思うと、こう背景整理がね広角側は結構難しくなってくるのかなっていうのを写真を撮ってみてね改めて感じました。でこれ一方、これは70-200の方なんですが、やっぱ背景整理という意味ではこっちのレンズの方が結構簡単かなと思います。まあこう背景にね人がいないこうねところに移動して撮影したっていうのもあるんですが、こんだけボケてくれれば背景にね人が映ってたとしても、まあ、そんなにこう気にならないかなと思います。こんな感じでね、背景とこう同化してくれてるっていうか、ボケてて、まあ、あんまり何映ってるか分かんないっていう感じになりやすいかなっていうふうに思います。はい、ここからは酒盛りをしていた写真がちょっとありまして、これマグネットメンバーが飲んでた、アサヒビールですね。 70mm で撮ってますね。やっぱくっきり撮れてていいなって感じですよねこのレンズね。はい、でこれは僕が作ったお弁当、まあ、作ったっていう方は焼いたりしただけなんですけど、お弁当です。まあ、これとおにぎりと、あとなんだ唐揚げとか持ってねこの日食べたんですけど、2470の 60mm 側で撮ってますね。まあ、こういったなんか、まあ、テーブルスナップっていう、これをテーブルスナップって呼ぶか分かりませんが、自分のね半径何メートルとかのこう身近なものを撮るには2470がすごくいいなと思ってまして、こう 24mm 側で広くも撮れますし、 60mm 側でこう自分が作ったものとかその出てきた料理とかをこうフォーカスしてね、それだけを見せたいみたいな感じで撮るのも結構向いてるかなというふうに思いましたね。これが16とかだと多分ねさっきのこう背景整理じゃないんですけど、いろんなもの映っちゃって結構難しいかなとは思うんですが、2470は結構ねそういう面でも撮りやすいレンズかなというふうに思います。でご飯食べた後はみんなでねこうキャッチボールとかサッカーしたりしたんですけど、これは次男がねキャッチボールしてるところで、やっぱりね2470のレンズいいよね。こう人物がこうくっきり浮き上がってる感じ、ボケのナチュラルな具合とかもすごく良くて、後ろのこうキラキラしたね丸い玉ボケとかも可愛くてすごい好きですね。こっちのカットもすごく良くて、かなりねこう激しい動きしてるところ撮ったんですが、やっぱフォーカスしっかりと合わせてくれるんで、シャッタースピードさえ合わせておけばこういった激しいこうボールを投げるような仕草とかも全然撮れるんで、その辺はやっぱり GM レンズのいいところかなっていう風に感じました。では最後にですね、この3本のレンズ、まあ、どういった人に向いてるかなっていうところ、ちょっとねあの自分なりの見解でお話ししていきたいなと思うんですが、まずこれ1635の広角ズームレンズですね。このレンズに関しては、まずスチルに関しては、いろんなね情報をこう記録できるんで、作品性の高いものをこう写真でね残そうかなっていうよりは、こう記録として残すような撮影に向いてるのかなっていうふうに思いました。まあ僕がもっと使いこなせるようになって、広角とかでねちょっと作品性の高いものを撮れれば、まあそれはまた違った意見になるのかなとは思うんですが、もうちょっと街中のねビル群とかで
撮ったらまたこれ力発揮するのかなとは思うんですが、まあ、今回ポートレート撮影とかスナップとかで使った感じで言うと、まあその作品性っていうよりはちょっと記録的な意味合いで使うのがいいかなというふうに思いました。で、動画用途で使うのであれば、まあ、Vlog にも使えますし、僕ね結構その仕事をクライアントワークするときはこの1635結構持っていくんですけど、やっぱ手ブレ補正もねすごく効くんで万能に使いやすいレンズかなというふうに思っております。でスチルと違って、ムービーで使う場合は作品性の高いものにもかなり使いやすいなと思ってまして、まあ、手ブレ補正が効きやすいっていうのもあるんですけれども、やっぱねワイドなこう写りをするとやっぱダイナミックな表現ができるんですよね。でそれがやっぱり 16mm ぐらいまで広く撮影できると実現できるっていうところもあるんで、まあ、作品性の高いちょっといつもの自分の目で見ているものと違うものをこう表現しようかなと思うとこのレンズがすごく向いてるんじゃないかなというふうに思います。次にね標準ズームレンズです。まあ、ちょっと細かくね検証しているわけじゃないんで、まあ、こうですよっていうのはなかなか言いにくいんですけど、なんか写りが一番繊細な気がします。しっかりくっきり写ってくれるのがこのレンズかなっていうふうに思います。やっぱ標準っていうぐらいなんで 24mm から 70mm ってやっぱ一番使うこう焦点距離なんですよね。映像のねクライアントワークの時もやっぱり 24mm から 70mm までカバーしてくれればだいたい9割ぐらいは撮れるなっていう感じですね。でスナップとかね写真のねスナップとか撮りに行く時も 24mm から 70mm あればだいたい困らないっていう感じなんですよね。ただねその分やっぱりね24から70って普段自分たちの目で見ているこうね写り画角に結構近いんで、まあ無難なカットというかそんなになんかカメラならではのすごいこうねさっきの圧縮効果じゃないけど圧縮効果があるこうカットが撮れるよとかめちゃめちゃ広角なカットが撮れるよとかっていう感じではないんで、まあ面白みに欠けるって思う人もいるんじゃないかなとは思います。ただ本当にこういろんな用途で使っていきたいとか、まあ、無難にすごくクオリティの高いカットをこう積み重ねていきたいっていう人は写真とかをね積み重ねていきたいっていう人は2470がいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんこのレンズも手ブレ補正めちゃめちゃ効くんで、まあ、写真はもちろんなんですけれども映像のクライアントワークも全然使っていけるレンズかなというふうに思います。まあ、そういう意味ではじゃあこの3本の中の1本じゃあどれ買うってなったらじゃあ大元だったらこれまず持ってなくてなんか仕事とかにも何にでも使えるレンズとしてじゃあ何買うってなったらこれかな2470の標準ズームレンズかなっていう感じはします。最後に望遠ズームレンズなんですけど、まあ、このレンズはねスチル撮ってて一番楽しいレンズだなって個人的には思いますね。まあ、普段目で見れないようなねその圧縮効果を楽しんだ撮影もできますし背景ボケボケのねカットも撮れたり、するんですごく楽しいです。一番スチルは本当撮ってて楽しいなと思います。でレンズ内手ブレ補正も入ってますので思ったより手ブレのこうストレスなく撮影できます。それはスチルもそうだし、ムービーの方も一緒ですね。結構こう70-200って望遠になればなるほど手ブレって起きやすかったりするんですけど、まあ、ボディのね本体の手ブレ補正のおかげもあるかなとは思うんですが思ったよりこう手ブレに関してはこうストレスなく使えるっていうのが一番こうなんかいいところなんじゃないかなっていうふうに思います。でこれねインナーズームで伸びないっていうのもまた良くてやっぱりこのさ望遠ズームレンズがさらに前とかに伸びちゃうとまた前の方重たくなるなっていう感じにはなると思うんですがこうインナーズームっていうのもこのレンズのいいところなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ用途としてはかなり限定的かなっていうふうに思ってましていかんせんね焦点距離が70から200なんで映る範囲がね狭すぎるんですよね。で映像のクライアントワークの時とかも一応持ってったりするんです、まあ、使うシーンもあるんで持ってったりするんですけど本当にね入れるカットとしてワンカットとかツーカットぐらいでここちょっと他と違い出したカット入れたいなっていう時に使うっていう感じの用途で使うことが多いレンズ焦点距離のレンズかなっていうふうに思います。でそういう意味では買う順番としては一番最後でもいいんじゃないかなっていう風に思います。出番が少ないんでね。それこそタムロンさんとかの 70-180mm の望遠ズームレンズとかで全然ね使う頻度的には個人的にはそっちのレンズでまず楽し
こう望遠レンズの楽しみを見出して、もっと手ブレ補正効かせたいとか、もっとこうね描写力の高いこうものを撮りたいとかっていう風に思ってきたら、こっちのレンズに変えるっていう感じでもいいかなっていう風に思います。まあ実際自分がそうだったんでね、そういうパターンがいいんじゃないかなという風に思います。ということでね、まあ1635と2470はこう本当好みで、最初にねこうクライアントワークが多いんだったら、特にねドキュメンタリーとか人と接する、人の話を聞くようなこうねクライアントワークとかが多いのであれば、1635のレンズから購入して、まあいろんなもの撮りますよと、企業 VP 撮りますよとか、あの写真もね、あのいろんなシチュエーションの、あの写真撮影多いよっていう方は2470を購入するといいかなと思います。それはね、あのご自身のこう撮影スタイルとかお仕事によってちょっと変わってくるかなというふうに思います。この子だけはちょっと別格で、まあ後から買うのでもいいかなというふうに個人的には思いますね。まあ皆さんはどうでしょうか。なんか今このレンズ欲しいよとか、あ自分はこう思ってるよとかっていうのがあれば、ぜひコメントで、あのコメントいただければ嬉しいなと思います。ということで、本当長くなりましたが、今回は第三元レンズちょっと比較してみました。どのレンズも本当にねいいレンズで使っていて楽しいなっていう風に思いますね。ポートレート撮影は僕は断然70-200です。で Vlog とかね映像の撮影は1635が結構好きで、いろんな用途に使うんだったら2470がいいかなと思いますね。皆さんはどのレンズが好きでしょうか。ぜひコメントで教えてください。ということで本日の動画は以上になります。この動画になと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マグネットというビデオグラファー同士が横のつながり作るオンラインサロンやっておりまして、ビデオグラファー同士の横のつながりとは言ってるんですけど、スチルメインでねあのカメラを楽しんでる人もいれば、まだ iPhone しか持ってないよっていう、これからこうねミラーレスカメラ買おうかなと思ってるよっていう人も結構いたりするんで、まあなんかねこうカメラを持ってみんなでわちゃわちゃするのが好きな人はぜひマグネット入ってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。したけれ、お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、北海道今花粉のシーズンで、白川花粉でねもうぐっガチャガチャになってまして、今日のね昼前ぐらいまで大阪にいまして、大阪はもう花粉シーズン終わってるんでちょっと良くなったんですが、やっぱ帰ってきてねちょっと過ごしたらもうまたうんって感じになってて、めちゃめちゃ鼻が痒いです。はい、皆さんも花粉症の方は辛いですね。毎年ね